学業、落合義幾は、幕末から明治にかけて活躍した浮世絵師。生は落合、名は育次郎。画生は歌川。画後は、和絵祭、市慶祭、慶祭、朝香郎、斜楽祭、香る網など。歌川国吉の門下で、月岡吉年とは、兄弟弟子である。一時は、浮世絵師として吉年と人気を二分するほどであったが、新聞人として、また挿絵画家として、 新聞の発行にも関わった。天保4年4月、日本包み下の阿三ヶ笠茶屋に生まれる。浅草田町の引き手茶屋のことも言われる。はじめは七夜に奉公していたが、子供の時から絵を好んでおり、家営2年頃、17、8歳で近所の歌川、カオル県に誘われて、歌川国吉に入門する。浅草諏訪町、両国米沢町、新富町、銀座、 新橋滝山町、本所太平町に居住した。安政二年、安政の大地震で妻子を失うがこの時の吉原の三上を錦絵に描き名を挙げる。安政四年頃からは、豪刊、雑書などの挿絵も描いている。文久万年国吉が没し、吉幾は友情や風俗などを描いて幕末から、明治初期にかけての浮世絵師の第一人者の一人となる。なお、 国吉の葬儀の際、吉井区は吉市を足下にしたと言われる。文久三年、神奈川記録文、山々邸友人編の水京鬼人伝の挿絵を描く。樋口ちふたばは、前世紀は文久、慶応年間であったと書いている。慶応二年には、吉市との無残絵の共作、英明二十八周句が発行されて、人気を呼んだ。慶応三年、高志社梅、外編の、 熊な幾影の挿絵を描いた。その一方で、開花的なものに興味関心があり、横浜井などを描いた点は、吉都市とは異なっていた。しかし、吉井区の関心は、浮世絵にとどまらなかった。明治5年、城野伝平、西田伝介と共に、東京日日新聞の発起人となり、明治7年10月には、西絵版、東京日日新聞に、 新聞西絵を書き始め、西絵新聞流行の先駆けとなる。吉井区は、明治8年7月まで挿絵を担当していた。明治8年、ひらがな絵入り新聞の創刊にも関わりこの新聞で、挿絵画家としても活動。また、歌舞伎新報の発行にも関わり、明治12年2月の創刊当時から、俳優の特徴を写実的に捉えた挿絵を描いた。明治年頃からは、 新聞事業に傾注し、西木絵はあまり描かなくなっていく。明治20年に、春陽堂から観光された、新作12番のうちの口絵を描いており、これが、木版口絵の走りとされる。シャレを好み温厚であったが、新聞事業から身を引いて、後の晩年は自作の張り子人形にちりめんを貼って、美術人形として、浅草中店に置いて、販売をしたが売れずに終わり、不遇であった。 明治37年2月6日、本所太平町にて死去。去年72。墓所は、豊島区南池袋の森康氏寺。法名は、樹前院、香織家、香、有子寺。門人に、小林幾へ、木村育都市、武田幾丸、泉幾勝がいる。野崎佐文、造保私の見た、明治文断一平凡者、2007年、136、P。 樋口二葉、新小説大正15年8月号浮世絵趣味号春陽道館、大阪の西絵新聞22ページ。樋口双葉は、これが、日本の新聞発の挿絵であるとする。東北歴史博物館編集、発行、神々への祈り神の若返りと心の再生、東日本大震災復興記念特別展2012年。徳島市立徳島城博物館編集。 発行、特別展幽霊、ビート集の物語2017年10月21日、図87。ありがとうございます。